はい、どうもこんにちは。どうも伊勢屋です。いやー、しかしね、ソフトバンクのこの店、こんなに合わないやつがいると思うとね、びっくりしますね。私は二度と来ないだろうね、こんなとこね。風邪ひきそうですよね、なんかね。まあソフトバンクもね、泉谷に頼んでえらい目にあったと、そういう気にさせて帰ろうかなと思ってますけどね。大体がね、銀座が自体が似合わないんだからね、私はね。まあそういうわけで、駐車場も大変だしよ、冗談じゃないよ。なのにこんな、しかも20名しか入らないんだって、わけのわかんねえこと言いやがって、本当にね。ずいぶんいるじゃねえかよ、この野郎。ねえ、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に整理券配るんでね、そのユーストリームでこれ流すのがメインで、まあ震災の復興支援ということでやってるわけで、そのあらましをいちいち説明しなきゃいけないんだけど、そのためにはもうちゃんとこう言えるかどうか分かったもんじゃねえんだけどさ、まあとにかく今日はまあユーストリーム含めて1時間ちょっと予定でいけばそのぐらいの感じだわな。うん、損聞いてるかこの野郎、本当にね。そういうわけでわざわざ、おそらくソフトバンクとの付き合いもこれで終わりだなという。なんたってね、 iPhone5 のねケースを作ったわけですよ。なのに未だに私これだからね。ガラケーだから。さっきも早く iPhone5 買ってくれってやかましいって、よこせよ言ってないぐらい。本当にこれですから。早速お呼びしましょう。一緒に、1時間過ごしていただきます。浦沢直樹大先生。はい、はい、どうも。な、ちょっと、はい、歌、ギター早いから、早いから。すいません。僕もあれですよ。これなんです。あ、そうですか。裏切り者ですね。そうですよ。iPhone5 ってどうなの、こんなの。あれでもうちの家族はみんな iPhone5 ですよ。僕だけこれなんですよ。あ、そう、 iPhone5 の方いらっしゃるんですか。あれね、大していねえじゃん。大していない。あ、そうですか、うん、大していないんだね。あの泉谷さんでもこれる動作が泉谷さんに、どうなのこれ、昔のあれみたいな、ね、おーのーのーみたいな。またね、俺ね結構ね手に汗かくタイプだから、指紋ベッタベタになると思うね。見れないんだね。そう、だからこう携帯でもねこう喋ってんだろう、すっと耳の跡がすごいんだ。あ、それはね、カレーですよ、カレー。ちょっと待って、そんな俺匂いないよ、お前。汗かいてんだから俺は。そんなことないよ。僕もすごいもん。いや、そう、うん、カレー、あの年を取ると耳からなんかね、そういう問題じゃない。俺ちょっと油もん好きだからよ。そういう問題じゃないよ。耳から良くないものが出てくるんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、俺たまに耳からラーメンが出てきてバカ野郎。そんなこと知ってる場合じゃない。あのさ、なんでこうなったかというあらましをちょっとめんどくせえけどね、あの説明しなきゃいけないんだけど、今我々なぜここにこうしているのか、そういるのかと、はい、それは長いですよ。長いやな、めんどくせえな、やめようか。1時間ぐらい。やめようか。1時間ぐらい、それをなんか5分ぐらいでなんとか。一番最初は震災の時は2年前にさ、2年前の震災の時に、にあって、はい、それからちょっと経ってから、はい、いきなり来たんだよね、2人でね。大友克洋さんが、そう、大友克洋さんが宮城出身で、被災地なんかしてって言い出したのか、近い方で、それで、そう、突然僕のところ電話かかってたんですよ。おで、なんとかなんないのって言うから、なんとかしましょうよって言って、で僕今ね、じゃあ泉谷さんに電話してみますよって言ったら、なんで俺なの？うん？そうなの。いや、とりあえず頭に浮かんだんですよ、泉谷さんの顔が。それで泉谷さん電話してなんとかなんないって言ったら、じゃあ、あの明日俺ん家来いって言ったんじゃないですか。まあ言いました、ね、うん、そしたら大友克洋っていうのは、その時間のそのスパンが、あの人のスパンと違うじゃないですか。まあね、確かにね。5年が5日ぐらい、あの人の5日間があの人5年ぐらいじゃないですか、うん、ゆっくり過ごしてる人じゃないですか。だから、うん、だから泉谷さんが明日来いって言って、自分がなんとかならないかなって浦沢に電話したら明日来いっていうのが、あの人時間的にはとんでもない早いタイミングだったらしいですね。そうなんだ、うん、もう決まったのとか言って、それででもこういうことは
早い方がいい、早くやらないといけないとな、あの時間を置くとあの面倒くさくなっちゃうもんな救済かよみたいなさ、めんどくせえなってこと、救済ってのはな、バーって言えばバーって、その勢いですか、勢いだからね、あれな、勢いがないとできないことだからさ、あれ冷静になった人は一切やんない方がいいと思うんだよ。それで泉谷さんのところでお弁当食べながら、あるんですよね。そうですよ、あのどうしようって。ただ俺ね、その時に思ったのはね、いやそれはそのそういう風に考えるのは素敵なことだけど、漫画家さんってさ、徒党を組むことないじゃん。そうなんですよ、これがね、これがどういうことだと思った、ね、これがあの僕漫画家さんの連絡先なんてほとんど携帯に入ってなかったのが、でしょ、あのイベントチャリティーイベントのおかげで、漫画家さんの番号が携帯の中にいっぱいになってきて、初めて漫画家の友達が増えたんですよ。だよね、みんなそうですよ。漫画家さんが別個別にあってと、大体漫画家同士の悪口ばっかだもんねそのだ悪口その知らないもんだって。つうか仲良くなろうとか一緒にととなんか、なんかみんなでやろうということないでしょ、ないの、ありえないもんな。全然ないんですよね。今ミュージシャンバカだから平気でバッと集まるけどいやミュージシャンは集まるとセッションってものができるじゃないですか。そうできるけど、そうで漫画家はセッションがないんです確かにそう確かにな、そう、うん、こなんか暗いよね。そう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 、だからこういう人珍しいわけじゃんこういう人って、だから大友克洋のね横で中川勇の絵がこう動いてたら変じゃないですか変ね、うん、変ね、だからそういうセッションができないので今まであんまり接することがない。そうだから驚いた、そっちの方がずっと疑問を持ってて、本当なのかこのタッグはみたいな、だからさ、だけどまあ目の前でこう漫画家さんを片っ端から電話して、あ、そう、その場で電話したんです、その場でやったんだよな。でその場で電話して、あの3人ぐらい僕の携帯にあった漫画家さんに電話して、でその電話した人からまた誰か電話してっていうのをずっとつなげてったら、あっという間にある人数になったので、すごい人数になっちゃったんだよな。チャリティーオークションという形を始めましょうっていうこと でその時に、もうすぐ形にしようと、いわゆる当時お金で送ると一体その赤十字とかに送ると一体 どのくらいかかるんだろうとか、だから1年以上かかる、いや今だったらよく分からない。だから俺も募金から最初やったんだけど、途中から募金ってなんだというさ、まあそのことは後で言うつもりだったんだけど、ちょっと今ムカッときたから言うんだけど、あのわけの分かんないです。だからこういうふうに使うでやるべきなんじゃないのか。なんかわけのわかんない土建屋が使ってるわけだろ今よ、そのちょっと、ね、行方がわからない、行方がわからない、行方が、私の出したお金の行方がわからないってなってしまうのがいかがなものかって話で、であの時に、みんなで話し合って、iPad とかの方がいいんじゃないかみたいな話だったんですね。いわゆる中高生、そういういわゆる情報伝達みたいなのが、とか、あとそれこそ楽しむ道具って欲しいじゃないかと、そうそう、だからなんかさ、たまたまソフトバンクとかさ、ヤフーのやつらとちょっとさ別な形で仕事したらよ、でだったらあパッとその時思って、やっぱこの際今一番新しいのなんだって始まったら、iPad っていうからなんだそれやと、あそのよく分からなくてでそれすごい見せろと、なんだこんなこの板っきれはみたいなさ、だけどこれが最新の一番のやつだっていうか、おそんじゃそれにしようってことになったんだけど、あれがあれば音楽もできるし、そう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 、絵も描けるし、つうかさメールもできるしっていうね。やっぱりさ俺もいろいろやってきたんだけど、被災地で最初の頃はさ、何でもいいからあの送ってくださいってボロ送るバカが多いんだよ、はいはいはい、ゴミ捨て場じゃねえっつの、そうそうそう、その、だからさ、だからそれ分かるよ、だから、T シャツも、そうそうそう、下着もな、あったおしめみたいにあった方がいいっちゃいいんだよ、まあ、いいんだけど、いろいろと、ね、流されてしまっただとか、そういうのあるかもしれないけど、そうでさ、その頃はまだおしゃれなものを送れとできれば一番いいものだよね、ああだから俺が理解できないぐらい一番いいものね、ああ俺は別に理解しようとは思わない。できればブランドものブランドものいい一番高いもの、うんうん、ね、うん、だからそれでじゃあ iPad だったんだよな、その時な、はいはい、で一番高いというん で、でやったんだけど負けてくんねえんだよソフトバンクが。ああね、そこは分かんないんですよ。分かんないんだよ、そこはね。
納得できないんだよな、うん、そう。でその罪滅ぼしで今回ケースになったらしいんだけど、善意の輪っていうのそう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 、あれはやっぱり負けないんだね、ソフトバンクどうなのそこね、うん、やっぱギリギリの商売なんじゃないですか、うん、ねえ本当に。まあだから全額だから買っちゃいまして100台200台すごかったですね、あれ。すごかったですよ、一気に100台持ってったんですよね、泉谷さんね。それも一番危険なところはどこかかっていうんで、放射能で一番やばいその、はいはい、南相馬で、はいはい、あの何人かので行こうと言ったけど、うん、もう行く頃に半分減ってましたからね、放射能が怖いっつって育児なし、まあ、育児なしこの野郎みたいなな、ね、だから放射能よりも中国の梅園 の方がよっぽど怖いっつうのね、うんねえ、よっぽどあっちの方が発がん性なんだからさ、そうですよね、の、うん、本当のそっちの方が大変なのにさ。だけど俺話ちょっと戻すけど、これでまあヤフーオークションでその iPad につながってて原画を売っていただいたんだけど、これはそれだけじゃないとこの漫画家さんの凄さっていうものを見たんで、炊き出しに行っちゃったじゃん。あれの吉祥寺グループね、すごいよね、漫画家のね、漫画家が作った料理食いたいか。あ、違うんですよ漫画家が作った料理じゃないんですよ、 あれはあの吉祥寺で漫画家が集まっている居酒屋さんがあって、そのホルモン屋さんが、でそこの人が あちらの出身の方らしくて、それでみんなで行こうって。だけど普通さ、うん、まあミュージシャンでもね、うん、指を使う人間がよ、うん、なんか遠くまで行ってよ、被災地でそのなんか手とかあれ使っちゃうわけですよ、包丁でもしズバッていっちゃったらどうするんだと。漫画家は包丁使ってないですよ。 あの時は漫画家はひたすらサイン会サイン会、はい、あ、よかった。 10人ぐらいずらっと並んで、でも、まあ、でも時々やろうって言ったわけじゃない、はいはいはい、あの西原理恵子までさ、西原さん、あ、福本さんとね、そう、すごい盛り上がってて、うん、後でずっと後から立って対談したんだけど、うん、漫画家があんなにこう集まって盛り上がった、うん、あのことってないな。ないですよね、うんうん、本当に、ね、漫画家って本当にとっとくまないからね、うん、そうやってケースの話でそろそろ行けと抜かしやがってんだけど、うん、この野郎がそのケースってケースを紹介し、一気に時空が飛びまして、あ、はいはい、あ、なんか、はい、現物来ましたよ。現物が来た。これなんとか入らないの、この携帯ちょっとよ、入る、入れば入るね。いや入らない、入らない。そう、うん、サイズ違うんだ。そっか、いや入んないこれ、入んないか。開くやつは入らないでしょ使いづらいなやっぱな、ね、あ、そう、これ泉谷さん、そうですね、私はこれこれ色付き、まあ、漫画家さんじゃないんでちょっと遠慮をしがちで、うん、ちょっとこうモノクロだけでやったんだけど、うん、なんと浦沢さんも手抜きのモノクロじゃないですか、はい、手抜きっていうの手抜きって言っちゃダメ、手抜きじゃない、あ、はい、しかし分かってますよ今言おうと言う、これさ凝ってるんだよね、これ中がいわゆる光沢になってて、光沢なしのね、マットでね、マットに目だけ、しかも目玉毛が目は光ってる、ね、光沢を入れてるって、これ凝ってるよ、さすがだね。いいでしょ、これ古びた感じを出そうって言うんで、最初デザインでちょっと古びた日焼けだとかいういろいろこう処理を施したら本当に古臭いものになっちゃったんで、ちょっとなしにしようってなって、ちょっと新しい凝りすぎたのね。そうそう、経年変化を狙ってみたんですけど、そしたらでもかっこいいな、でも色使ってないんだけど、このマッドとマットマッドバカだからね、ごめんごめん、マットと光沢をうまくこう合わせてるから、こう非常にこうかっこいいんですよこれ、うん、やっぱさすが売れてますよ。いやいやいや、どうなん、いいでしょ、うん、俺はこれ冷やかしだから、これ冷やかしだから謙遜だぞ、うん、だっていや これあれじゃないですか、なんとかマン、なんとかマンって言って、まあ、適当、いや、うん、ミュージシャンの、まあ、が一人で、まあ、なんでもいいからギターを持ったやつが出てくれいいから、後ろにの勝新これ、まあ、違うから違うだろう、ね、本当に違 う、 んだ、うん、違うだろう、それこれがやっぱヘビーメタルですね、うん、まあまあまあそうですね、ペン画でちょっとだけど、まあ、漫画家さんにちょっと遠慮して色はつけなかった、うん、これ吉田さとし、吉田さんの可愛いよねこれね、ビールみたいですけどね、ねえビールだよねこれ一回飲んじゃうぞ、飲みますよ ね、うん、こうよ、なんでイメージが貧困なんでしょうかね我らは、いやいやいや、湘南爆走族、爆走族の、うんこ座り、うんこ座り、ねえこれかっこいいでしょこれ、うん、ねえこれ結構好きなんですよ、いいですよ、で
さすが寺田さん。寺田。さあ世界の寺田。寺田ですよ。どうこれ見よがしに色使ってますよ。これね、こんな小さい画面じゃ分かんねえ。やっぱり寺田さんほどでかい。このぐらいでかくない。こんなでかくないとね、寺田さんの良さって出ないですね。いやいやこれ出てる。出てないよこれ。寺田さん出てないから。出ないですね。じゃないだよ。世界の寺田に向かってなんてこと言うんだろうね。あと一番分かんないのこいつ。これはだってアニメの背景ですから。これ二蔵？山本二蔵？二蔵じゃない。なんだよ。あの人なんていうの？二蔵だろ？二蔵さん。二蔵さん。これはなんだなんだあの細田あのアニメの背景。そうですよ。ここあの女の子が走ってくるところでしょ？ビャーンってあの。ああそうかそうか。背景だけって何様だお前。いやあのね。これ面白いかこれ。背景を舐めちゃいけませんよ。そういや舐めてないよ。だけどこんなこれもさ。もっとでかいとこに書くべきなんじゃないの？いやだからこれここにそれぞれのキャラクターのシールを貼ると誰が貼るんだ？自分で買った人が自分の写真を切り取ってここに貼るんですよ。まあ時をかける少女とか時をかけるババアとかになるんですよ。ああサマーオーズとかそうねえ。ああでもいや大好きなあの動画だけど背景だけ持ってこられてもな。いやうん、待て、いやそれは同業者だから文句は言えねえだろうけど違う俺関係ねえから。アニメとか背景が重要なんだ。どうなの逆にちょっとリアクション取ってみようか。どう背景だよこれ何様だ、うん、ねえなんかまあこういうとみんなあのちょっとユーストリームの中で会議、うん、泉はそれはないだろうってね、うん、抗議のメールが来るから案外いいんじゃないかなと。いい宣伝なんじゃない。 逆宣伝ですよ、うん、ねいつもそれで自分は可愛いと思われたいと思って。そういうことじゃ、そういうことじゃなくて、やっぱりね、そういうことじゃなくて、やっぱりさ、やっぱりこう、これやってみて分かったんだけど、はい、俺はそのなんだサイズのことを全く考えないで書いちゃったもんだから、そうなんですか思いっきり切れちゃってんだよ。はいはいはい。周りが、やっぱさすがちゃんと入ってるね。だって泉田さん漫画の新人賞を取ったことある人なんですけど、その漫画の原稿が1ページごとにサイズがまちまちだったっていう話落ちちゃったんでね。サイズをまちまちに書くってやつはいないですよ。すいません、ね、縦横もめっちゃくちゃなんでしょ。そうです。ひどいですよ。閉じらんないんだもんその本。何ページ目か興奮しちゃって三角にしたことあるんですよ。バカ野郎って言われましたけどね。ひどいですね。ひどい。ああそう、よくそれで佳作取りましたね。すいません。だからそのなんだろう、何でもこうやりたがりだからさ、あの目立つことなら何でもするぞみたいな。いやいやいや、このね雑誌っていうのはこの形しかないんですよ。その中でいくら暴れてももう暴れようがないのね。はいはい、分かってますよ。だけど結局まあこれをまああのハートオブアーティストシリーズ、これまあ色紙もあって。さあこれがどこにつながるかというと、はい、あのやっぱりこの一部何パーセントか学べる基金の方に行くんだけど、学べる基金これお金の使い方だからだパーセンテージでどのぐらいなのかちょっとまだ分からないんだけど、うん、あのやっぱりあの金が どこに行くかっていうのは基本的に大事だからな。この基金がどうだこうだ言ってたけど、だからこれはね例のその、うん寄付したけど寄付金出したけど一体どこに行くのやらじゃなくて、どこ行ってんだか分かんないそういう状態だろうが、学べる何手振ってんだこの野郎。ありがとうございます。気が散りすぎでしょ。すいませんでした。で、ま、今大事なところなんだけど、大事な話ですね。で学べる基金っていうのは東北で被災した高校生が対象で、その毎月2万円の奨学金を卒業するまで支援すると。しかも返済の必要なし、返済の必要ない、いやいや奨学金って返済しなくて、返済必要ないし、いやいやお前たちに拍手を要求してるわけじゃないの、うん、俺が拍手してるだけです。これをだから買うとそれに協力できるってことでしょ。うーんすごいな、いいよね。そういうことですよね。いいよね、うん、やっぱりだからもうそういうちゃんと決まってその高校生たちのそういう学費になるんだっていうね。そうです。しかも最初はあれだったらしいよ、本当に両親の亡くしちゃった方とかね、うん、まあ、そういう人だったんだけど、実際両親が いる方でも仕事がないらしくて、うんうん、学費が払えずに学校を辞めちゃう子どもがもう圧倒的に
多いんだって、はいはいはい、あとそれともう一つ言えば学校が再開できるかどうかわからないような状況なんだけど、うん、地元で頑張るっていう高校生もまたいるわけよ、うんうんうん、だったらこの際大盤振る舞い大盤振る舞い奨学金だ返済なしみたいな今いわゆる大学でもあの返済の問題で揉めてるもんね。そうなんですよ、ね、こう返済できなくて、うん、奨学金って全部さ、そうなんですよ、それ返済できたら奨学金なんかなかなか受けなくても済むもんね。だったらなんで奨学制度受けなきゃいけねえんだよ本当にさ、うん、奨学金しようんだろそれ、うんうん、ケチくせえこと言ってんじゃないぞこの野郎ってな、うん、だからそういう意味でせめて被災地ぐらいは。そうですね、やっぱうちらはやっぱ iPad もやっぱり子供たちにね中心にあったけど、これも高校生、うん、高校生子供たちって言うべきかどうか別にして、うん、とにかくね少しでも達成してもらって。そうですよね、ねえやっぱり頑張ってるわけだからね本当に。いわゆるちょっとまともな高校生ライフがこうできなくなってる状態であるから、うん、やっぱり少しでもなんかねやっぱりこうなんつうの楽しむってのもあるじゃない。そうだな、うん、だからやっぱお金の心配だろう世の中って、うん、残念なことながら残念なことながら、うん、だから安倍なんたらなんたらと言ってるのもさ安倍トライアングル、ね、なんだっけ安倍のミックス、安倍のミックスだってあれ要するにミックスってことでしょ、ぐるぐる回すってことでしょ。違う違う、な違うのあれ昔のなレーガンのミックスってあったでしょ、レーガンの、あーレーガンの経エコノミックスですよ。あそういう意味だ、安倍ののは何なんだかわからない、なんだかよくわからないね、レーガンのN があそこに出てきてるんでしょ。うん、まあだからその結局だから結局経済が上向きだぞ的なことってなっちゃうと誰も文句言えないもんな。そうそうそう、まあまあ今言ってるだけですけどね、言ってるだけだよな今のところね。だから本当に数字でみんなのものになってるかどうかってのはよくわからない話、うん、はい、でも結局金の心配じゃん。そうですよね、残念なことに、うん、先立つもんがね、ね、だから救済なんかも途中でどん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 こうボランティアができなくなったってお金続かねえんだよな、うん、本当に。そうでさっきさ、うん、泉谷さんこのこういうのは勢いだからとか勢いだから言ってたけど、うん、この辺りから息の長いそうそうそう感じでやっていかないと、うん、だからやっぱりなんだろうね、それには具体的にここに使うぞというところがはっ、うん、こういうねモノメル機器みたいなのを発揮しないとさ、発揮したらいいですよね、みんなさ、うん、なんどこに使われてがっかりしたわけじゃない、うん、あれでもっとみんな やりたくなくなっちゃったんじゃないかなと思うんだよな、うんうんうん、結局ね国に裏切られてんだよ、うんうん、俺はそう思うよ、うん、本当に。だからその勢い、せっかく持った勢いもよ、管理するやつが猫ばばしやがるし、うん、ながっかりじゃない。まあだからなんつうの、最初からこういうことを使おうよっていうふうにこれからそういうふうにしてたらいいですよ。だからバカみたいに煽りやがってさ、募金しましょう募金しましょうってやっといてさ、うん、ね、うん、熱に浮かされたんやってさ、いま、うん、だに全然片付いてないんだもんね。片付いてないんだからね、何考えてんのこの野郎ってさ、うん、で俺は途中でそれで募金なんてやめちまえっつったんだよ、うん、すったら非難合々でそうそう、まあね、うん、そうも言いたくもなるわ、言いたくなるでしょ、うん、だって、うん、そうだってじゃあお前そのなんたら募金だかなんだか知んないけどな、赤字十字、日赤だから、あれでやっぱり 20% か 30% 手間賃取るからな、うん、本当にね、全額だって言ってるけど嘘だから、うん、だからその内訳じゃ出したのかったら出してないし、うん、ね、で実際使われてないし、ね、うん、だからみんなが揃ってからじゃないと均等に分けられないっていうんだったら、対極なものの言い方をするんではなくて、ここに使いから、うん、から募金してって言うべきなんじゃないの。復興が進みません、うん、進みませんってマスコミも言ってるけど、やっぱりなんかどうやったら進むのかっていうのはうみんなで考えないといけない、ね、考えるべきだし、だからここにくれよと、うん、ここでこれで行こうよっていうふうに提示すべきじゃないか、それ、うん、そんなものは、うん、なあ、だから俺はだからはっきり言って、まあ最初にやったところさ、まあこの被災地も救うけど俺も救ってくれって言って、ね、売買行為を続けてきたわけよで俺にも金くれみたいな全然なかったけど、ええ、うん、まあ、偽善事業という偽善事業ということをやったんだけどね、やっぱり
例えばボランティアが例えば3回行ったら交通費がもらえるとか。そうですよね、あれの足代も大変だからね。足代大変だから、うん、ね、うん、そういうことでなんか現実をやっぱ楽しくするには目標がないと俺ダメだと思うんだよな、うん、そうですよね、うん、でやっぱり、うん、たあの楽しいというのはちょっとこうほら日々の切実な問題よりもさプラスアルファが楽しいわけじゃん、うんうん、そうだな。で音楽とかそうだ、ね、あの漫画とかあの別になくてもいいもん でそれがあったら楽しいっていう、そうだ、ね、そこまで持っていかないと。だからそれにはねみんなもっともっとこうあのなんかこう自分に対して素になってもらって、うん、やっぱり被災者に対して被災者扱いしないっていうことだよ、うん、てめえこの野郎ってこうやっぱりさあの遊びに行かないと。でも殴んなくてもいいよ。いや私殴ってきましたよこの間。生意気なのがいるんですよ。ね、被災地にも生意気なやついるんだこれ。言うこと聞かれるから、うん、本当に引っ張られちゃったの。引っ張られましたね。今体罰禁止ですよ。そうなんだよ。じゃその前猪木と泉谷は許されるんでね。そういうことだ。ということで国民の皆さん一つ私に許可くださいね、本当に俺だけあの罰 OK みたいな。そうですね、その感じ俺もやられますからね、ボコボコにね。一つそういうわけで学べる危機はいで、あのお金使いますが皆さんよろしいでしょうか。いいと思う。いいと思う。うまいな、どうもね。おかげでなんとか通じただろうか ね、あの本当にこういう説明っていうのはなかなかね面倒くさくて、うん、一番苦手な説明ですよね。はあ、嫌だね。そんなため息つけて。それはだって喋るくらいなら動けっつタイプだから、うんうん、ほんで、まあ、だいたい裏覚えが多いから、はい、数字年代および資料およびだいたいもろにこう、うん、あれなんで、うん、さあ歌ってる方が楽かなという感じでちょっくら、はいね、で出入り禁止になるまでやってみようかなと思うんですけどね。傷つけ合うのが怖かった昔は、遠い過去のこと、人には人を傷つける力があったんだろう。一体俺たちの
魂のふるさとってのはどこにあるんだろうか。自然に帰れっていうことはどういうことなんだろう。誰かが言っていたぜ、俺は人間として自然に生きてるんだと。自然に生きてるってわかるなんて、なんて不自然なんだろう。長い長い坂を登って後ろを見てごらん、誰もいないだろう。長い長い坂を降りて後ろを見てごらん、みんなが上で手を振るさ。新しい水夫が乗り込んでゆくだろう。古い船を今動かせるのは古い水夫じゃないだろう。なぜなら古い船も新しい船のように新しい海へ出る。古い水夫は知っているのさ、新しい海の怖さを。これこそはどう信じれるものがこの世にあるだろうか。信じるものがあったとしても信じない。母ちゃんのためならえんやこら、母ちゃんのためならえんやこら、もう一つおまけにえんやこら。今も聞こえるあの子守唄、今も聞こえる酔いと負けの歌。工事現場の昼休み、タバコふかして目を閉じりゃ聞こえてくるよあの歌が。働くどかたのあの歌が、貧しいどかたのあの歌が。子供の頃に小学校で酔いと負けの子供、汚い子供といじめ抜かれて生やされて、悔しい涙に暮れながら泣いて帰った道すがら。母ちゃんの働くとこを見た、母ちゃんの働くとこを見た。姉さんか無理で泥にまみれて、日に焼けながら汗を流して、男に混じって綱を引き、天に向かって声を上げ、力の限り歌ってと。母ちゃんの働くとこを見た、母ちゃんの働くとこを見た。慰めてもらおう、抱いてもらおうと
息を弾ませ帰っては来たが、母ちゃんの姿を見た時に泣いた涙も忘れ果て帰って行ったよ学校へ。勉強するよと言いながら、勉強するよと言いながら、出たし大学も出た。今じゃ機械の世の中で、おまけに僕はエンジニア。苦労苦労で死んでと母ちゃん見てくれこの姿、母ちゃん見てくれこの姿。何度か僕もグレかけたけど、ヤクザな道は踏まずに済んだ。どんな綺麗な歌よりも、どんな綺麗な声よりも、僕を励まし慰めた母ちゃんの歌こそ世界一、母ちゃんの歌こそ世界一。今も聞こえる良いと負けの歌、今も聞こえるあの子守歌。20世紀少年ボブレノンで、かっこいい。日が暮れてどこからかカレーの匂いがしてる。どれだけ家にたどり着けるかな。僕のお気に入りの肉屋のコロッケはいつも通りの味で待っててくれるかな。時空の
誰に求める権利なんかな。季節のない街に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。人のために良かれと思い、西から東へ駆け取り回る。学校見つけて優しさを、一個もたやすくしないと。春を眺める余裕もなく、力もなく、沖の海岸に落ちずに、
そういうことだ。レグラさんのわけです、そうですね、東京で暮らしてるとこう日々もう2年も経ちますとどんどん流れていくっていうことで、まあその本当に被災地の本当の苦しみみたいな、なかなか我々の体感としてわかないものなんですけど、今やっぱりもう一回そういうことをちゃんと思い出していかなきゃいけないっていうのはひしひしと感じてますね。だからあのケースを見たら僕も思い出そうっていう感じですね。今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ、今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。